シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。アイテム番号、SCP-2217。バージョン1を見る。2017年12月19日、名車によりアーカイブ済み。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-2217 は公共から閉鎖され、不法侵入を防止するために標準カバーストーリー419、私有財産が用いられます。領域内における落雷、及び SCP-2217 の異常の生成に寄与している他の現象を効果的に予測するために、SCP-2217 の近くには気象センターが確立されました。SCP-2217 の境界を突破しようとする人物は合流。尋問します。POI-4A、壊れたる境界、とのつながりを有することが判明した先人物は無期限に交流し、もし彼らが POI-4 に関連した伝染性の SCP に暴露していた場合は終了します。バージョン2を見る。2018年8月5日、零差によりアーカイブ済み。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-2217 は公共から閉鎖され、不法侵入を防止するために標準カバーストーリー419、私有財産が用いられます。領域内における落雷、及び SCP-2217 の異常の生成に寄与している他の現象を効果的に予測するために、SCP-2217 の近くには気象センターが確立されました。現在 SCP-2217 は壊れたる境界の戦闘部隊による攻撃を受けており、SCP-2217 の異常活動も飛躍的に増加しています。災難職員の一員が SCP-2217 への落雷に撃たれて生き残った場合、速やかに交流し、無期限に収容するためシチリア島のサイト、2217、アルファへ移送してください。バージョン3を見る。2019年5月21日、零差によりアーカイブ済み。オブジェクトクラス、アンコンテーネロ。特別収容プロトコル、SCP-2217 の落下と考える使用目的の研究は、財団にとって現在、優先順にアルファです。財団の交流下にいる POI-4、壊れた神の境界、の全構成員は、クラス A 記憶処理薬の派生物である実験的化合物アムネスティ、CA を用いて尋問することになっています。境界線イニシアチブとの協力関係を結んだことにより、財団は壊れた神の境界に関連する経典に無制限にアクセスし、それらを再評価することが可能になりました。分解の書、27章に対応する事象が発生した場合は迅速な行動が取られるべきであり、マイカル湖の近隣地域は即時ペンダンス処置を受けます。現バージョンを見る。2019年5月21日、オフアイブ評議会の全会一致により有効状態。オブジェクトクラス、タウミエル。特別収容プロトコル、SCP-2217 は現在、シナリオ XK-610、オメガの発生を阻止するために兵器化処置を受けています。財団、境界線イニシアチブ、世界オカルト連合の機関、コードネーム、三島政治、は、現在、長期 XK、シナリオへのさらなる対策として UAE、アレフ、15の召喚を試みる壊れた神の境界員らとの協力関係にあります。シナリオ XK-610、オメガは2019年12月31日に発生します。秘密指令は、当日にシナリオ XK-610、オメガを防ぐために取られた行動に対しては適用されません。説明、SCP-2217 はギリシャの、編集済み、島にある浜辺全体です。SCP-2217 の砂は異常性のない計算子及びカルシウム化合物、並びにいくつかの非音性金属粒子から構成されており、
金属粒子は設置状態にもかかわらず電荷を保っています。これらの粒子は、SCP-2217 に関連死体上のための触媒として部分的に作用します。SCP-2217 はまた、北端に小さな計算円の崖を保持しており、ここには異常性によって影響された物品が収められています。打ち上げられた海洋生物の死骸、海岸線の侵食、落雷、前述の非温含有量のため頻繁に発生、その他の気象条件などの SCP-2217 で発生する自然現象は、一見して事実上人工的な構造物または機器を作り出す結果になります。これらの作成物は、まとめて SCP-2217-A に指定されています。注目すべき SCP-2217-A 実例には以下が含まれます。シンプルな時計仕掛けから複雑なオートマトンまで幅広い、様々な形態の機械、宣伝岩で構成されており、多くの場合は落雷後に SCP-2217 の砂中に渦漏れているのが発見される。作成状況を別にすれば、これらの物品は異常特性を持たず、完全に機能する。明らかにシーグラスやその他の廃棄物、廃棄された電球、船の船体、動物の骨など、で構成された宝飾品。これらの宝飾は多くの場合、壊れたる教会が使用する宗教的図像、またはそれに似たものである。SCP-2217-A1 と指定される大都市のモデル。SCP-2217-A1 は SCP-2217 の崖の中にある洞窟に位置しており、水池流の入り口を通ってのみアクセスが可能。SCP-2217-A1 の構造要素は、未知の古代ギリシャ都市に対応しているように思われ、カッパ、1という言葉を掲げた一棟の寺院がある。SCP-2217-A1 は、壊れた神の教会の3派閥すべてに関連する宗教的図像をいくつか有している。しかしながら、明らかにギリシャ風建築にもかかわらず、地理的な特徴はロシアの南シベリア、バイカル湖の近くに見られるものに類似。分析の結果は、SCP-2217-A1 全体が潮の侵食などの自然力によって掘られたことを示すように思われる。SCP-2217 は、壊れた神の教会の派閥の一つである、壊れたる教会、から聖地とみなされています。この宗教に用いられる聖典の一つ、儀礼の書、が、SCP-2217 のことを説明しています。ほい。儀礼の書、からの抜粋。少年は家族と共に海を見つめ、彼は神ご自身がそこに火の雨を降らせるのを見た。神は少年に語った。ここは私の工房である。私が数多くの脅威を行う場である。雷は我が土、大地は我が質、砂は我が居塊である。来るがよい、少年よ。私の工房に来るがよい。そして、少年は彼の家族を残して、言った。少年の家族は、少年が死んだものと思って泣いた。彼らは神が少年に何をしたかを聞いてはいなかった。神の質の上、少年は腕を広げて空に叫んだ。神よ、私はここにおります。あなたの脅威をお見せください。そして、神は見せた。彼のものは少年に土を振り下ろし、彼を打ち据えて地に引き裂いた。少年は、彼の神のごとくに、今や壊れていた。しかし、少年が死ぬことはなかった。その代わりに、彼は神の最初の子の一人となり、永遠に印が付けられた。この印は目に見えぬものであった。それは彼の心の内にあった。印は、神そのものの設計図であった。しかし、それは真なる設計図の断片のまた断片に過ぎないものであったが、彼は、いつの日か、それが肉々しきものどもを打つであろうと知っていた。少年は彼の家族に呼びかけた。ここに来て、神の脅威を見てください。のかの者にあなたを質の上で打たせてください。あなたは新たな形へと打たれなければなりません。かくして、彼の家族は、神の力を見た。事案2217-14。2014年1月1日、マグニチュード 4.1 の地震が SCP-2217 内で発生し、
震源は SCP-2217-A1 が配置されている洞窟周辺に集中していました。ロボット探査機が起動され、SCP-2217-A1 の洞窟内を散策したところ、大きな構造変化が起こっていたことが判明しました。建築物の一部は、パホイホイ溶岩に類似した物質によって消費される過程にあるように思われました。この塊から SCP-610 感染者に類似した存在が出現して街を荒らし、建築物を破壊し、多くの人型存在を捕食していました。捕食された人型存在は、事案以前には SCP-2217-A1 内に確認されていませんでした。事案 2217-35 2017年12月12日、壊れたる教会の構成員数名が、SCP-2217 が存在する島を、教会のために再利用、する目的で攻撃を試みました。秘匿光線部隊、エソテリックアーファルーニットのため開発された実験的な磁気兵器が現在、攻撃を撃退するために使用されています。しかしながら、SCP-2217 で雷に撃たれた後、常に、神は再構成される必要がある、と宣言して脱走する財団職員の報告が入っています。これら職員は即時交流することになっています。事案 2217-42 2018年7月28日、肉体を異常強化した数名を含む壊れたる教会員の大部隊が、SCP-2217 とそこに位置する財団の伝承基地を襲撃しようと試みました。壊れたる教会の信者たちは、報告によれば、派閥間で激しく敵対しているはずの GOI-4B、歯車仕掛け聖教、および GOI-4C、マクスウェリズム教会、の構成員を伴っていました。SCP-2217 は占領され、全財団職員は GOI-4 によって死亡または捕獲されました。マクスウェリズム教会の、聖ゲイツ、と疑われる人物から送られたビデオメッセージには、以下のメッセージが収録されていました。おお、自らをファンデーションと呼ぶ分解者たちよ、あなた方は何のための礎、ファンデーション、だというのです？あなた方が生命のための礎だというのであれば、この地を我らの元に保たせていただきたい。肉が迫りつつある、そして我らだけがそれを止められるのです。すぐに我らの神を組み直さねばならない、さもなければあなた方は皆滅びます。ワンは肉の到来を語っておいででした。恐怖の書25章7、12節に。そして今や、時は訪れました。あなた方が生命のための礎だというのであれば、これを起こすことは望んでおりますまい。私たちに肉を打たせていただきたい。以降は、壊れた神の教会に関連する SCP の放棄を要求するいくつかのメッセージが続きます。2018年8月1日の時点で、SCP-2217 の全ての財団職員は離反しています。2018年8月5日現在、SCP-2217 は未収容のままです。観測レポート2217-4 SCP-2217 の収容失敗以来、財団の衛星は SCP-2217 を観測してきました。画像では、壊れた神の教会員たちは砂中にシンボルを描いているように見えます。境界線イニシアチブ及び世界オカルト連合との共同特殊部隊、三島政治は、これらのシンボルが UAE、アレフ、15。通称、壊れたる神、メクハン、ワン、の復活に使用される大規模召喚儀式に対応することを乱しました。SCP-2217 への大規模進行の計画は現在進行中です。事案610、2217。2019年1月1日、現地時間大規模な地震がバイカル湖周辺で発生しました。この地震に対応して SCP-610 が大量に殺到し、収容領域の境界を攻撃し始めました。財団部隊は大量の死傷者を出し、SCP-610 の収容違反寸前の状況までに至りました。
しかしながら、収容違反は、壊れた神の教会の肉体強化構成員数名の突然の出現と、彼らによる財団職員への収容支援によって停止されました。教会員らは明らかに収容違反以前から、少なくとも15日間はバイカル湖近辺で待機しており、後に、神は、財団を、助けよと申された、と主張しました。2019年1月4日、激しい放電現象が発生し、命中地点の半径 5km 内にいる全 SCP-610 個体を破壊した時点で、違反は完全に再収容されました。このエリア内にいた SCP-610 以外の生命体は、財団職員も含めて、体内の SCP-610 感染が完全破壊されたことを除けば影響を受けませんでした。衛星写真は、この放電が SCP-2217 のある島から、命中の20分前に発射されたことを示しています。これに続き、壊れたる教会の指導者であるロバート・プマロからのビデオメッセージが、オフ・アイブ司令部、世界オカルト連合事務総長、境界線イニシアチブ法廷における三党政治の全指導者に受信されました。まだ手遅れではないと、君たちもわかっているだろう。ここは私たちの世界でもある。私たちは、君たちと同じ程度に、憎みき生き物たちを滅ぼしたい。そして私たちには、君たちを助けることができる。私たちはお互いを助けることができるのだ。失礼きたまえ。話をしよう。私たちはこの世界を救える。ほい。2217、タウミエル。2019年5月14日、オフアイブ司令部は、XK、クラスシナリオを阻止するための GOI-4 との一時的な共同措置に全会一致の賛成票を投じました。SCP-2217 波タウミエルクラス異常存在として再分類されており、シナリオ XK-610 オメガを防止するために使用されます。このシナリオの防止中は、すべての秘匿プロトコルは無効となります。これは LV-0、まくられたベール、シナリオにつながる可能性が高いものですが、必要なリスクとみなされています。発生し得る LV-0 シナリオに一般大衆を順応させるため、三島政治はプロジェクト、アンニュイを立ち上げました。プロジェクト、アンニュイでは NU、5記憶処理化合物、無害ない、クラス異常存在。並びに、EX 指定されたものの一般公開されるには至っていない異常存在の民間人に対する緩やかな暴露を用いることになります。2019年8月25日現在、SCP-2217 は三島政治の制御下にあり、プロジェクト、アンニュイの進捗率は 45% です。